欠かせないピッチャーなんですよね。さあ試合再開です。大野翔太が二塁に残ってファイターズファンの声援がまた少しボルテージ上がってきました。マウンド上は森福、そして昨日はその森福からフォアボールを選んでいる西川。大谷もキャッチボールの手を止めて戦況を見つめます。初球変化球、一番違うんでしょう。森木投手がね、あの今まで締めくくりをしていたシーズンもありましたけども、はい、その頃に比べて今年は、今年に関してはね、はい、ストレートの走りがなかなか悪かったのと、はい、シュートですよね。なかなかシュートを使えなかったんですよね。まあ、ですからストレートとスライダー、うん、どちらかになってしまいましたので。なるほど。こういった左バッターなんかにも吹き込んでくるようなシュートあるだけでも違いますか。そうですね。西川の当たりがライトの背後を襲っている。西川の当たりはスタンドか、ホームランです。同点ツーラン、ホームランですね。ライト塁審、ライトの選手佐藤さんが腕を回してホームラン。ラッキーセブン、ファイターズ試合を振り出しに戻しました。いやー、今のはうまく打ちましたね。昨日ですかね、森福投手フォアボールではあったんですけどね、ちょっと森福対策用の打ち方っていうんですかね、そういうのを西川選手してるんですよね。ただこれ審判団が集まります。まあ、このクライマックスシリーズ6審判で行われて、ライトの先進の佐藤さんも近くまで足をジャッジしましたが、先進がいますからね。ただこれビデオレビューをするんでしょうか。まあ、どうしてもフェンスが高い分、ね、落ちるところっていうのは確認したからはできませんからね。そうですね、確かに。でまたこう、ね、状況によっては追いかけながらということで、まあ、静止を心がけたりもされるんでしょうけれども、リプレイ映像検証します。まあ、場内にもアナウンスがありましたけれども、今のプレーのビデオレビューをするご覧いただきます。まずこのいい角度で上がった打球なんですが、この一番上のヘリに当たって跳ね上がったようにこのリプレイでは見えるんですが、そうですね、別の角度からです。今ね、照明のはい、非常に何かね、こう手すりのようなものができているんですよね。ほうほうほう。大谷は万歳、そして奥ファイターズの応援席も万歳。大谷はこれそのまま腕を回してホームランだとアピールするかのように。ただこれこの瞬間にライトの選手が腕を回したので、大谷はまあ、あくまで先進ですからね、あの上は本当に見えないんですよね。いや確かにそうですね、あの、はい、まあ、いわゆる一塁線、そしてライト線っていうことですか。ポール際のやっぱり判断ですからね、先進っていうのはね、はい。まあ、秋山監督はこのビデオレビューの結果が出るのを、まあ、じっと待つばかりということになります。まあ、でもひとまず電光掲示板には今ホームランというジャッジをライトの選手に佐藤さんが下しましたので4点が入りましたけれども、果たしてどういうジャッジとなるでしょうか。逆にホームランでなかった場合はどこでこれプレーが止まったということになるんでしょうか。ランナー二塁で再開ということになるんですかね。ただ上の、まあ、あの外野のフェンスの一番上のヘリのところに当たって帰ってきたのであれば、 そうですね、そのままエンタイトルベースが本来であればインプレーのままですよね。この球場のグランドルールっていうのが場内にアナウンスがあるようです。検証の結果を報告いたします。ホームランと回しましたがフェンストップに当たっており、
ナーにコールがありましたが、フェンスの一番上、フェンストップに当たって、今の打球であればそのままインプレーならば三塁まで到達したであろうと審判団が判断したことで三塁打、タイムリースリーベース、4対3、1点差で2アウト三塁、西川から試合再開という審判団の判定です。西川選手はサバサバとした表情で三塁へ向かっていきますが、栗山監督は審判団のこの見解に至った理由を確認しているようです。いやこれはね、一度ホームランとそうですね言ったのでね、栗山監督とすれば、はい、ちょっと引けない気持ちっていうのは分かるんですけどね。ただこれ栗山監督はジャッジを確認して受け入れます、まあ、ジャッジのスポーツだということで栗山監督はここは見解をしっかりと確認して、そして納得してまたベンチへ戻って采配を続けます。いやでも助かりましたよホークスはね。そうですね、同点というところでしたが、ただまだこの西川が結局タイムリースリーベースというジャッジになりました、はい。